キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、最終回でございます。おーい、取ってきましたね。はい、オリックスです。はい、はい、オリックスはね、1位白鵬大の曽谷投手、はい、まあ、単独指名で、公表してました。重複するかと思ったけど、結構左でね、はい、即戦力系では人気あるかなっていうね、ところだったけども、あと2位、内藤鵬、2位余ってたのよ、ここまで。まあ、かなりの大注目選手でしたからね。だって1位でいくんちゃうかみたいな、ね、感じだったし、で3位が斉藤京介投手、はい、盛岡中央高校、で4位、杉澤龍選手、外野手、東北福祉大、袴田枠、はい、袴田枠なのに西村さんが好きな有名人。え、あ、西村ほのかちゃん、はい、で5位、日高渥美投手、はいはい、富島高校、はい、うん、はい、で育成が西浜、佐伯、入山、茶野、村上選手っていうところがね、はい、なってますけども、まあ、なんて言ってもね、あ、オリックス、なんて言ってましょうか。オリックスはですね、まあ、先発にこだわらず1位、2位で大卒社会人高校生の内野手でも OK、 3位以下でピッチャーみたいな感じでしたかね。うん、1位、2位で大卒社会人高校生のない、あ、高校生でも OK、 内野手を取ろうってことか、うん、そう、2位、あ、2位で内藤君か。で、3位以下なんて3位以下でピッチャー、ほら、3位、斉藤京介投手、5位、日高渥美投手。おー、ほんとだ、見てんで、オリックスも。ほんとですね、当たってるじゃないですか、ね。で、まあ、持ってたらセカンド俺取った方がいいかなと思ってたの、はい、まあ、あの足立選手が、うんうん、まあ、病気勝ちっていうところもあって、うん、まあ、連続してずっと試合に出続けれないっていうところでは、はい、うん、まあ、二遊間は取った方がいいかなって思ったけども、うん、はい、まあ、そこはなく、まあ、サード内藤選手っていうところでは、うん、まあまあ未来にも向けてっていうねところはあると思うんだよね、はい、まあ、これで言うとオリックスね、宗選手がね今27歳っていうね、はい、でもいい感じのね年齢になってきてるけども、でもまあ二遊間がね、あの大城選手とかね、西野選手がね若干30オーバーになってきてるっていうところも考えるとね、二遊間取った方がいいかなっていう思いあるけども、まあ太田とかを行きたいんだろうね、うん、ここをねしっかりね、はい、育ててドラフト1位だしね、うん、でもだからサードだね、まあ、ひょっとしたら胸コンバートもあるかもわかんないし、ああ、まあそうですね、うん、そう、もともとショートだからね、うん、胸はね、はい、セカンドもっていうところもひょっとしたらこの内藤のもし存在感と能力によっては、まあ、あるかもわかんないし、うん、だから曽谷っていうところでね、まあ、左が宮城、だから田島みたいな感じだよね、スリーコーナーで、うん、だから田島宮城いて、はい、で山崎幸也も、はい、お、日本シリーズでいい投球したから、ね、だからまあひょっとしたら山崎幸也リリーフに回るかもわかんないよね、はい、ひょっとしたらね、うんうん、で曽谷が先発に入ってくるかもわかんないし、ひょっとしたら曽谷がリリーフになるかもわかんないし、あ、まあ、そこら辺はちょっと流動的だね、まあ、でもいいですね、先発ピッチャー豊富でいいですね、うんうん、左いるからね、はい、でも全体的には左がね、あの辻垣、宮城、佐藤、田島、斉藤、うん、山崎幸也で山田、ビドル、全体的に左少ない、うん、だからそういった意味でも左投手を厚くするためにこの曽谷投手を取ったっていうところは、うん、はい、バランス的には非常に良かったと思う、はい、あのチームのね、うん、少ないからね、うん、でも少ない選手の中で左が活躍頻度が高いっていうのもすごいよね、はい、うん、で二遊内藤選手はまあ多分、まあ、ひょっとしたら宗のコンバート、もしここが育てばね、うん、できるから、でも次のサードっていうところがねなかなかいないし、あと長距離砲がね右欲しいよね、はい、若い選手の中でね、うん、そこら辺がね、まあ、山足とか太田とかね、まあ、あの食ってね来ないからね、うん、っていうところでは長距離砲の右で、ここの斉藤選手高卒ね、はい、ピッチャーで、はい、まあ、これはもう未来への、うん、もう若い選手もピッチャーいいのいるからね、はい、山下ね、俊平だとかね、前と中田、川瀬、東、本田めっちゃ良かったね、うん、で宇田川ね、起きた、ね、山崎総一郎、だから若いピッチャーいいね、いやオリックス全体的に若いんですよね、うん、で宮城ね、うん、っていうところもあるし、はい、ここ入ってきて、うん、でこう日高投手もね、はい、まあ、高校生っていうところで、うん、で外野杉澤、はい、袴田推しの、そうなんですよ、うん、三冠王だよ、そうですよ、うん、東北の仙台六大学リーグの三冠王ですから、うんうんうん、
でもあのソフトバンクに入った甲斐郁美選手の方が、うん、が4番で杉澤選手5番なんですけど、うん、杉澤選手の方がどちらかといったらちょっと注目度は高かったですよね、うん、なんですけど甲斐選手の方がこう3位でいって、うんうんうん、杉澤選手4位っていうね、まあ、下手したらね、うん、杉澤外野で福田セカンドっていうのもあるからね、はい、あのそうですね、オプション的にはね、うんうんうん、うまくね、でもそしたらあれだね、外野で言うと佐野とかね、はい、まあ、勝負どころだけど、ここ左の外野でね、生きのいいのが、まあ、来たとかね、はい、っていうところが出てくればいいけど、なかなか出てこれない、まあ外野熱いからね、はい、うん、福田杉本吉田井でね、そうですね、っていうところもあるけども、なかなか、まあ、そこら辺のね若手の台頭の、うん、まあ、促し役じゃないけど、はい、杉澤が入ってパッと出てくれば、うん、もっと左バッターのこのね年齢構成のバランスが非常に良くなるから、ね、はい、そこら辺は注目度高い、はい、で育成が3人いて、はい、5人いますね、あ5人いて、うん、で先生こう注目度佐伯くんですよ、そう佐伯くん言ってましたよね、言ってたよね、もうずっと教えた佐伯くん、でも大阪経済大学、はい、支配下じゃない、試合後ぐらいに行くんだよな、めちゃめちゃ押してましたね、僕はぶっちゃけ本当にハムが1位で行くんじゃないかって思ってたぐらいだったんですよ、それぐらいハムが取るんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、ね、指名でもあれだよね、代理の宇田川になる可能性も十分あるよね、そうですね、はい、でも間違いなく来年出てくるっす、お試合後、ね、試合後、はい、何月ここ、まあ、後半に、ね、間に合うように、じゃあ7月ぐらい、7月ね、優勝争いしようかなぐらいの、うん、じゃあ今年の宇田川と同じぐらいの時間ね、間違いないね、で入山くんも、うん、あの杉澤選手と同じ東北福祉なんですよ、ね、うん、なのでまあ負けじと支配下勝ち取ってほしいなとはね、思いますね、だここら辺でしっかりね BC のね西山くん、うん、で佐伯くん入山くんって大卒ね、はい、っていうところを、うん、まあ、取ってるっていうところもね、うん、まあ、厚みがねこの増してくるかなっていう、ね、はい、ところもあるし、うん、キャッチャーの村上くん法政の取ってるんだよね、でも西武も法政のキャッチャー取ってるんだよ、お本当だ、育成でこれ何なんだろうね、法政そんなにいいキャッチャーが多かったのかなっていうことになるよね、はい、でもオリックスもキャッチャーね若月伏見いて、うん、でまあ頓宮はもうキャッチャー戻ってくるのかどうか分かんないけど、うん、で森が来たらね、はい、どうすんだろうっていう確かにちょっと森選手まだ分かんないけど、ね、しかもあの中川釣りっていう選手もいるしね、はい、福永いるけど、確かにキャッチャーあれですね、うん、今いますね、うん、どうなんだ、あとね、これ法政2人っていうところが、はい、ちょっと気になるよね、うん、なんかあるんですかね、大人たち上がね、うん、そんなんない、能力だよあ、どうですか、でもオリックスバランス的にはどうですか、バランス的にはいいと思うよ、うん、まあしっかりね、ピッチャー取って、あとはまあこうそんな言うほど困ってないからね、はい、やっぱ優勝してるっていうだけあって、うん、次のね選手たちも出てきてるし、うん、年齢もねそんなめちゃくちゃ高いわけじゃないんだよ、うん、だからレギュラークラスが30前後の選手たちだから、はい、バランス的にもやっぱ外国人の補強も多分ね見越してるっていうのはあるけども、はい、まあやっぱこのね曽谷投手を取れたっていうところが、うん、後のねバランスを高校生にシフトチェンジしやすかったっていうところもあるし、うん、まあ大卒っていうところはこの育成で埋めて、うん、で第二の宇田川じゃないけどそこを埋まりきれば OK だし、うん、埋まりきれなきゃっていうところはあるけども、まあまあ優勝チームのドラフトだね、うん、なんかパッと見て焦りを何も感じないドラフトですよね、そうそう、そのなんかいいか悪いかは分かんない、うん、正直、はい、でも外に投手は来年からフルで働いてほしいし、うん、内藤選手は未来のクリーンナップ打てるってもね、うん、面白いっていうね、はい、ところは非常に感じるドラフトだから、うん、今どうのこうのじゃないね、そうですね、うん、ゆとりを感じますね、そうだね、うん、でまあね、これでドラフト全部紹介してきたけども、はい、やっぱこのねネットでもざわつかれてる、はい、立教の山田君指名されなかったもんだよ、そうやっぱりね、あの私こうずっと配信してましたけど、うん、常にコメントで山田君がまだ出ない、うん、山田君は選ばれたんですかとか、うん、ずっとやっぱり注目されてました、あと大阪桐蔭の海老根君とか、あ、そうそうそう、あとピッチャーの川原君、うん、とか、はい、やっぱりねこれはもう俺の勝手な憶測だよ、はい、まあね、順位縛りあったと思うんだよ、あ2位までとか、はい、でそれじゃないかと、うん、大学行きますよ、社会人行きますよっていう、うん、多分縛りがあってそれより上で球団は取れなかったのかもしれないね、あーそうですね、うん、だって志望届出してかからないような選手じゃないから、うん、はい、順位縛りがあることによって社会人が待ってくれるっていうのがあるからね、あもう順位縛りなくて待ってくれるのもやっぱ社会人大学のもう枠があるし、うん、枠を余して取りたい人取れなくてその人のために枠を空けといて
ってなったらやっぱそのチーム強化にならないから、はい、やっぱその何位までだったら行ってもいいけど何位以下だったらうちに来てくださいねっていう、うん、その大学社会人にもメリットをあげなきゃいけないから、うん、多分そこの順位縛りの都合で、うん、多分かからなかったんじゃないかなっていうところはね、うん、あると思うよね。だからさっきのね、さっきのって言っても俺らにしてはさっきのだけど、はい、だって今日ね奇跡のね、はい、1日で12球団分全部今日取り終えます。はい、はい、すごいですよ ねオリックスまで来ましたね、うん、だから俺にとってはさっきのだけども、うん、あのさっきのじゃないね、誰だったっけ、林選手ですか。そうそう林選手ね、うん、そうそう3位以下4位以下だったら4位以下だったら NTT 東日本行く予定だったけど、うんはい、3位で DeNA がだからここは分かってるわけよ、うん、DeNA としては3位までじゃないと取れないと、うん、で3位までに取りますかって言った時に取るってなったんだと思うんだよ ねだからひょっとしたら山田選手とかはもっと2位縛りとか、うん、ひょっとしたら1位縛りとか、うんはい、っていうところが、うん、その社会人との本人じゃなくて、うん、その社会人との役職で、うん、あったのかもわかんない。結構コメント欄で山田選手ってじゃあドラフトにかかんないような選手だったんだみたいなニュアンスのコメントもあるわけですよ、うんうん、多分それはないと思う ねそうじゃなくてってことですね、うん、そうやっぱ約束があるわけ、うん、その代わり何かあった時に待ちますねっていう、うん、だってやっぱ選手たちもかかると思ってかからなかった選手なんて山ほどいるから、はい、あの古田さんですら、うん、立命館の大学からはドラフトにかからなくてトヨタ行ってからかかったわけじゃん、はい、誰しもがかかると思った選手がかからないのがこれがまたドラフトなわけよ。そして多分今年選ばれてる人たちも結構去年とか一昨年とか指名漏れしてる人が結構いるんですよ、うん、でそうなった時にやっぱり人生としては保険かけとかないと、うん、そんなかかると思ってかかりませんでした、今から就職社会人野球探さなきゃいけない行くとこありませんって困るじゃん、うん、しかもそんないい選手なのに、はい、だからそういったらやっぱりね、大人の約束とね、うん、っていうところが本人以外のところでねやっぱあるわけよね、うん、だからそこの都合なんじゃないのかなってね個人的には思うですね。今回注目された選手がまた1年後2年後とか、うんね、そういったところでまたかかる可能性もありますからね。十分ある、うん、その時にはねまだ大きくね、うん、育った姿をね見せてくれると思うんでね、名前覚えておきたいですよね、うん、覚えておきたい、まあ、全然大丈夫だ、これも来年までずっと置いとくからそうですね、見とかなきゃいけないから、はい、こんなこと言われてましたよって言って ね、うん、でパッとしませんねって言わなきゃいけないそうですね、まあ、ということでね、はい、2022年のドラフトのね、うん指名された選手、はい、12球団分やってきましたけどね、はい、まあ、これの振り返りは1年後ですから、はい、答えは1年後です、そうですね、まあ、それが2年後3年後になる可能性もあるんですけどね、はい、また1年後ねどうだったかっていうところをチェックしながら、不作と言われながら、はい、すごい豊作だったって3年後5年後言われるかも分かんないんでね、まあ、皆さんはね自分たちの好きなチームの方がね、うん新しく帰ってくる選手をね応援してあげてね、はい、またプロ野球が盛り上がっていけばいいですね、うん、そうですね、はい、ということでドラフト過去のチェック、はい、どこ取ったらいいのか、うん、でドラフト通信簿、はい、全部36回にわたってお送りしてきましたけども、はい、とりあえずはこのドラフト企画、うん、今日で最終回です。はい、皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次の企画もぜひお楽しみに。はい。